フジテレビジョン、フジテレビワンツーネクスト、フジテレビツー、フジテレビツードラマアニメは、フジテレビジョン総合開発局メディア、開発センターペイ TV 事業部が運営する、CS 放送チャンネル、フジテレビワンツーネクストの一つである。スカパー、プレミアムサービス、スカパー、スカパー、プレミアムサービス項、ケーブルテレビなどで視聴可能である。百九十八年四月十五日、 全身のフジテレビ721が開局。同年7月1日本放送を開始、この日に開局記念番組、フジテレビ721開局記念サンマの今日で43バースデー制パーティーを放送している。1999年4月のフジテレビ739開局により F-1、K1 以外のスポーツ番組は739に移行。 エンターテイメントに特化したチャンネルとなる。2009年4月1日、チャンネル名を、フジテレビ2と変更した。また、同日よりスカバー。では、SD 放送であるが、画角16、9放送を行っている。2009年4月のチャンネル改編で、ニュース番組の自差放送や、プロ野球ニュースが739から移行する代わりに、F-1K1 制中継は、 フジテレビネクストに音楽ライブはワンに移行したに移動した。ハイビジョン放送は2009年5月1日からを高テレビ、同年7月1日から JCOM、同年10月1日からスカバー。プレミアムサービスで開始された。2010年10月より IP 放送の光 TV に配信開始。2012年4月1日より、 フジテレビ2ドラマアニメと曲名を変更し、フジテレビ系で過去に放送、制作されたドラマやアニメの専門チャンネルとして生まれ変わる。なお、プロ野球の放送は従来と同様である。2012年9月28日よりスカバーにてハイビジョン放送を開始した。2015年4月1日、ノッティービーにて標準テレビジョン放送を開始した。 2016年12月1日より、スカパー、プレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、スカパーブロードキャスティングから、スカパーエンターテイメントに変更、午前6時を起点とした24時間配信である。同チャンネルでのプロ野球中継は、フジテレビが放映権を持つ中日、阪神、広島が主催で、巨人ビジターとなる試合を、 ヤクルトの主催試合が重なる場合のみ放送していたが、2016年から埼玉西武ライオンズ主催全試合も放送されることになった。アニメ作品に関しては、FNS 系の CS 放送ながら、他系列局で制作されたものも数多く放送されている。2012年10月から12月には、ドドラ、高校入試と、ドラマチックサンデー東京エアポート東京空港、 完成法案部の前回放送文を翌週の地上波本放送に先駆けて再放送する企画を行ったことがある。基本的に同日時,時差放送。ありがとうございます。